ブランはソ連の核設計局が開発した宇宙船内市は同期を初代オ帯ビタとする打ち上げ計画である。ブランとは吹雪特にステップの猛吹雪を意味するロシア語。ロシア語のカタカナ転写の方式の違いによる表記バリエーションによりブランのほかブラーンとも表記される。ブーランという表記は誤り、公表当時ソ連版スペースシャトルと盛んに報道された。 初飛行はアメリカ合衆国のスペースシャトルより大きく遅れたが、ソ連はそれ以前からこれらに似た形状をした有力宇宙王間機の構想を持っていた。この構想の宇宙船模型とソ連宇宙飛行士第一期生だったユーリーガガーリンらが一緒に写っている写真があり、初飛行の40年近く前から考えられていた宇宙船である。その模型の形はスペースシャトル。 ブランの両方に大変よく似ている。ザギーや各設計局、ソ連空軍などの研究機関により、小型の無人宇宙王冠機 BOR や、カズトノリの宇宙王換機 MIG-105 が製造され、各種試験が行われた。スピラーリオ参照ブランの後部姿勢制御、逆噴射エンジン。主に大気圏再突入時の逆噴射に使うだけなので、 スペースシャトルのメインエンジンよりずっと小型である。オービタの形状こそ似ているものの、スペースシャトルとブランの打ち上げシステムは全く異なっている。スペースシャトルは最終的に地球周回軌道に乗るオービタ自身が高性能なメインエンジンであるすぐを備えている。一見ではメインロケットのようにも見える中央の大きな赤茶色の円筒は燃料をオービタに供給する。 外部燃料タンクであり、そのビブにはエンジンはついていない。高性能だが水力が足りないことから、離床時には左右2本の固体ロケットブースターによるブーストを利用するが、ブースターは発射から約2分後に切り離される。その後さらに約7分間は前述のタンクから燃料と酸化剤の供給を受けたスムの全開運転で加速される。一方のブランでは、大ビタには、 そのような大きなエンジンは備わっていない。同時に開発された大型ロケット、エネルギアに軌道まで運んでもらい、その間は自ら水力を発生することなく、ぶら下がっているだけである。後部についているのはメインエンジンではなく、他の宇宙船にもある逆噴射ロケットであり、大きな出力はない。このシステムでは、スペースシャトルのメインエンジンに相当する大型のロケットエンジンを装備しない分、 ロケットエンジン自身の重量と燃料タンクがなくなるのでオービタの持量が軽くなり、積載量が多くなるほか、着陸時の速度を下げることができるのでスペースシャトルより安全に大気検査突入ができる。その一方でメインエンジンを再使用できないという欠点もある。緊急脱出システムを持たないスペースシャトルと違い、ブランには搭乗人員全員分の射出座席を搭載し、 また主エンジンを搭載していないために、ロケットの不調の際にはエネルギアを切り離し、姿勢制御エンジンなどを用いて、自力で滑走路に帰還することもできるようになっていた。ブランは1988年11月15日午前3時に、バイコヌール宇宙基地から発射され、206分間に、渡り、無人で地球軌道を周回し、発射場所であるバイコヌール宇宙基地の滑走路に、 自動着陸を成功させた。予定では1992年に有人飛行を行うはずだったが、1991年12月25日のソビエト連邦の崩壊とともに、この計画は消滅した。1号機ブランはカザフスタンのバイコヌール宇宙基地に保管されていたが、2002年5月12日に暴風にあい失われた。この出来事で作業員8人が死亡したとされる。 また、2号機、プチーチュカ3号機、バイカルなど、いくつものブラン型派生モデル開発、製造途中だったが、これらもすべて中止となった。1機は、バイコヌール宇宙基地内の博物館に展示されたが、残り2機は2018年現在、バイコヌールの格納庫の中で放置されている。船で輸送されている、途中のブランオーケー、リップランの試験機であるオーケーリは、2000年に、 オーストラリアで展示された後2002年にバーレーンに引き取られ、しばらくの間放置されていた。2004年にバーレーンからドイツのシュパイアーにあるシュパイアー技術博物館に引き取られることが決定し、2008年3月6日から同年4月12日にかけて船で輸送された。ブランにはオーケーアン記念航空科学技術複合が設計。 製造したアン -225 ムリーヤという世界最大の航空機が専用機として輸送の任に当たっていた。こちらは世界最大の貨物機として現役で活躍中である。6機のフルスケールモデルと多くのミニスケールモデルが製造された。ゴルゴ13台155巻、1社1章に登場。アクーギャレット1面ボスとして登場。 オリジナルデザインのブースターを装備している。テトリス B タイプのレベル9配合をクリアすると、ブランの打ち上げデモが登場する。ありがとうございます。